まあ今年もまたこの月曜ロードショー、さまざまな作品で楽しんでいただきましたけれど、73年もあと1時間ちょっとでお別れということでございます。来週1月7日新春第1弾の月曜ロードショーはおなじみヒッチコックの泥棒なりきんということになりまして、まあいろいろお聞き及びでございましょうけれども、来年は今年よりもっとすごい作品がワンワンとこれ待機しております。さあそれでは皆さんどうぞ良いお年を、来年が今年以上に素晴らしい映画の年でありますように。月曜ロードショーが新春第1弾としてお送りする作品はヒッチコック監督のロマンチックサスペンス、泥棒なりきん。猫と呼ばれていた宝石泥棒で悠々自適の生活を送っている男が、自分の手口そっくり偽物の出現に驚き、密かに真犯人捜査に乗り出す。出演は渋い二枚目ケリー・グラント、あでやかなグレース・ケリー、そしてシャルル・バネル。サスペンス映画の王様ヒッチコックの泥棒なりきん、新春第1弾の月曜ロードショーをどうぞお楽しみに。番組は日本ビクターカゴメ、キヤノン、トヨタ自動車、金棒化粧品、日本航空、ロッテ、小林製薬、東レ株式会社、ブリヂストンタイヤ、花王石鹸の提供でお送りしました。